しっかりスイッチを活用しながら、うん、パスを選択、ね、ジャクソン、はい、ナイスプレーですね。3分を切ります。第1クォーター、また河村外から、これは決めていきます。逆にちょっと横浜の方が攻撃のところでボールを失ってしまっています。外から打っていったものか、わあ、ここはしっかりと3試合連続2桁、3本以上3試合連続で決めてきているスリーポイントです。飛び込んで、ああ、このインサイド、はい、回アウダも今かけていますが、オリバーとスト、うん、オリバーへ、ナイスプレーですね。はい、あっと山内で今ハンザーが交錯しましたが、アウダが打ってきます。スクリーンなどを使いながら動きを出していきますよ、はい、あ、村、そしてこの動きですね。はい、はい、ここがちょっと絡んで、これは決まらない、リバウンド須藤か、いや、おー、ギデンズが倒れているぞ。そしてジャクソン、うん、走っていました。アウダを使う河村、キング界フリーだ、決めてきました。今アウダ選手のところにディフェンス寄りましたけど、河村、河村がここから打って決めてきました。いや、素晴らしい、勝負強いですね。ちょっと今ね、佐々木一人の得点になってますので、アウダ、探してしまってますからね。でかい、逆に横浜に関してはまずシュートが狙って、横浜相手にスリーポイントバンバン決め続ける佐々木、河村、